アンドリュー・マーシャルはアメリカ合衆国の国防官僚、ランド研究所での勤務を経て国防総省総合評価局局長などを歴任した。アメリカ合衆国の国防総省にて総合評価局の局長を務めネットアセスメントの第一人者として知られている。局長としての在任期間は1973年に始まり、 2015年1月に退任するまで40年を超え、90代になっても現役の国防官僚であった。ニクソン政権からオバマ政権に至るまで、党派を超えて歴代政権に仕えてきた。長年にわたって要職を務めたが、表舞台にはほとんど立たないことから、伝説の軍略家、伝説の戦略家、伝説の老軍師とも呼ばれている。また、 スターウォーズシリーズの登場人物になぞらえて国防総省のようだとも通称された。1921年生まれ、ミシガン州デトロイト市にて育った。シカゴ大学の大学院にて学んだ。その後はランド研究所に勤務し、安全保障戦略に関わる業務に従事していた。2008年12月10日、ホワイトハウスにて大統領ジョージ・ w ブッシュより、 大統領市民勲章を授与される1973年、かつてランド研究所に勤めていたジェームズ・アール・シュレ・シンジャーがニクソン政権にて国防長官に就任することになった。それに伴い、マーシャルはシュレ・シンジャーによって抜擢され、ランド研究所から国防総省に転じた。米ソディダントに会議的だったシュレ・シンジャーはソビエト連邦に対してアメリカ合衆国が 軍事的優位に立つための戦略が必要と考えていた。その戦略の策定と推進を担わせるため、シュレシンジャーは国防総省に総合評価局を創設し、その初代局長にマーシャルを任命した。このポストは政治人要職であるが、ホード政権、カーター政権、レーガン政権、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権、クリントン政権、ジョージ・ W. ブッシュ政権、 オバマ政権といった歴代政権においても引き続きこの職を務めた。ただ、クリントン政権下でウィリアム公演が国防長官に就任すると一時、マーシャルの国防大学への転属が取り沙汰された。結局、国防大学への転属は実現せず、そのまま局長を継続した。40年近くドイツのポストを締め続けており、すでに90代に達しているなど、 アメリカ合衆国の寛解でも異例の存在となっている。仮に一般職の公務員であったならば定年を大きく超えている年齢であるが4人をもって変え難いとして再任が続いている。長年にわたっての国の安全保障に対する貢献が評価され2008年には大統領のジョージ・ W ・ブッシュより大統領市民勲章が授与された。オバマ政権下でチャック・ヘーゲルが 国防長官に就任すると、マーシャル排除が計画された。表向きは、歳出削減を名目としており、彼が、局長に立つ総合評価局そのものの廃止案も、検討された。結局、マーシャル個人の解雇のみが実現した。2015年1月5日辞職。2019年3月26日、バージニア州アレクサンドリアで死去。97歳没。 メディアに登場することも少なく、公式の場で発言することもほとんどない。日本経済新聞には、こうの場やメディアに出ることは皆無とまで報じられた。また、表舞台に出るのが大嫌いとも評されている。ありがとうございます。